レバレッジ投資家、一木です。本日もよろしくお願いいたします。さあ、ソクル資産公開しないの公開することで、より信用が上昇すると思いますが、点々点ということにね、えー、つきましてお答えの方をしていきたいのと、あとはね、逆イールドに関することとか、まあ、ソクル送り人計画などということもね、結構知らない方がいてるのかなというふうに思いますので、そちらの方も一緒に情報共有していきたいと思います。 それではスタートです。ぼぼ僕らは逆イールド観察隊ということになっておりましてねただいま42年ぶりの大逆イールドが発生中と。 今年の3月の29日をもちまして、丸2年が通過していくと。逆イールド発生してから大体解消までね、2年前後ということになってきますので、3月29日になると、丸2年。まあ、あとはね、いつ解消してもおかしくないという、ね、状況になってきます。そして逆イールド解消後はね、リセッション入りしていて、株価が大幅下落していく。そしてアメリカの政府機関が、いや、実は何月ぐらいに、 リセッション入りしましたっていうね、発表があるのが過去100%ということになりますので、今回、まあ、42年ぶりということは、私はまだ9歳だったということですからね、まあ、9歳、私が9歳の時の社会の状況と、まあ、今のね、現在の社会の状況ではね、天と地ほど、 え、経済の方も変わっていると、まあ、いうことにはなるんで、今回、必ずね、え、下落するとは思いませんけれど、下落が来た時に困らないようにメンバーシップで活動中です。メンバーシップのことが気になられる方は、メンバーシップご登録お待ちしております。さあ、ソクルなど含み益がある銘柄は、公開しないのの動画にね、えー、ついたコメントで、公開することでより 信用がね、えー、上昇すると思いますが、ということでえ。そしてもう一方、そうですね、資産公開してるチャンネルは信頼できますね、というふうにね、コメントの方がいただいてるんですけれど、一つ言っていいですか え、知らないのということで、資産公開している YouTuber、例えばもう何年になるんですかね ?3、4年前になるんですかね、えー、?CWEB などをメインに購入していた YouTuber、CWEB の大暴落によりまして、あっという間にね、YouTube の世界から消え去ったとか、えー、ソクル高値上掴みをしていて、800万、私ほどソクルを購入していることはないなんて脳がたれていた YouTuber は、えー、ソクルが低迷したと 時にはぴたりと更新をやめて、そしてその後、えー、ソクルが復活し始めた頃にちょろちょろ、えー、動画を出すなんていう、ねえー、ことをしている YouTube チャンネルが多数あると、えー、いうことになっているんですけれど、その人たちも資産公開しておりました。え、資産公開している YouTuber って信用できるのということで、そんなところが信用の問題なのかということですよね。えー、私のチャンネルでは、まずは、えー、このライブ、 365日、1日もね、休まないライブというのをね、達成しまして、1年間365日、毎日ね、ライブ放送の方を書きまして、その中にはインフルエンザにかかっていたとか、声がなかなか出なくなっているなんていうことも跳ねのけて、ライブ活動の方をしていると。そして今では、660ね、6夜あたりまで、 ライブ放送を、ね、ほとんど休むことなくね、アメリカのマーケットが開いてるときは実施してるというね、まあそういうところを見る、資産公開するのなんていうのは一回の動画でできるわけですから、信頼っていうのは私は積み上げていくものだと思っていますので、そういうところがわからない人たちは若干ね、私は悲しいなとえ。1億、2億、3億持ってる人だから信用するのということで、私のチャンネルはお金のない人がいかに資産を効率よく 形成していて、て、そして1億円、2億円、3億円にね、到達するというのを見てもらうチャンネルということになりますので、たくさん含み益が出てるね、銘柄、そちらの方をね、公開してマウントを取るチャンネルではございません。今ね、仕込みの段階の え、株式の方をしっかりと購入していって、そしてそれがどのように変化していくのか、そしてしっかりと、ね、私の考え通りに送り人にね、今年から来年に向けてなっていけるのかどうかというところで、ねまあ、見ていただく番組ということなんで、別に資産公開して、そして何億私が資産持ってるから、ほら、とえ、信用しろっていうようなマウントの取り方は私はしません。逆イールド観察タイム距離にありますが、一さん指摘のように逆イールドが解消するまではしばらく 時間がかかりそうで退屈ですと、ソクルホルダーとしては送り人計画をやってほしいですねということなんですけれど、た、まあ、多分この人たちって私のこと知らないんですよね。実は私は現春実践、2023年ソクルで6年以内に送り人計画、今仕込めば100倍が現実になるという動画を出しておりまして、そして、はい、その通り送り人計画667株仕込んでいるということになるんですけれど、みんな、みんな、 過去動画見ないで質問してくるんでしょうかねえ。こちらの方もリンクに貼っておきますね。説明欄にリンク貼っておきます。えさらにですね、はい、2023年ソクルで6年以内に送り別計画を達成するために必要な情報ということでね。えー、まあ、えー、これもね、リンクに貼っておきますけれど。 ソクル送り人計画でね、検索してください。複数ね、ヒットします。レバナスで自由を手に入れるソクル送り人計画ということで検索していただければ、かなりのね、確率で上位にヒットしてくるということがありますので、今、暇な人はね、こちらの方を見ていただければと思います。私が資産公開しなくても、これを見ていただければ、大体私がね、長期保有のためにソクルを何株持っているのかっていうのはね、分かって くるということになるんですけれど皆さん過去動画も見てくださいねさあ次行きましょうメンバーシップの内容について質問したものです667株のソクロが1億になる企画をメンバーシップでやっているのかと思い質問しましたということでねこれはもうね、あの一般公開している、えー、作戦ということになってます メンバーシップで資産公開してるチャンネルが多い中、なんで儲かってる資産を公開していないのか疑問もありました。しかしメンバーシップになってまでアンチとは恐ろしい人がいるもんですねと、メンバーシップの大まかな内容を理解できました。ご回答ありがとうございました。速度500株持っています。奥にならなくていいので、2分の1、3分の1を楽しみにしてます。ということでね、大丈夫。速度、時間はかかるけれど、確実にね、500株持っていれば奥にね、達成していくことは可能だということに、ねまあ、なります。まあ2分の1でも3分の1でもね、理学しても まあ人それぞれいいんじゃないかなというふうには思うんですけどね。マジでメンバーシップに、ね、なって、そしてアンチなんですけれど、私のやってることは気になるんですよね。そして私の今までの実績っていうのが、正直な話、まあいい感じで資産結成してきておりますので、まあ真似したい人もいるんですよね。私は嫌いだけれども、私のやってることは理解していて、そしてその通りにやれば、かなりの確率で勝てるというのがね、まあ分かっているアンチがいているということでね。 私は嫌いだけれど、やってることは大好きというアンチが世の中にいてる。まあ困ったもんですね、と。あとはね、逆イールドについてなんですけれど、すいません。こちらもね、たくさん出してるんですよね。過去動画の方でということで。 大暴落の目印、逆イールド発生後の最新対策。ご要望がありましたので、速度分割シミュレーションだよね。ええー、ことで。これ以外にも、エバナンスで自由を手に入れる逆イールド発生。 とかってね、検索していただきますとえ、複数出てきますので、まあこちらの方で、ねまあ、見ていただければと思いますけれど、逆イールドは、逆イールドが発生してから一旦株価は上昇する。そしてその上昇して、その後下落している。あら、知らない間にリセッションに入っていた。逆イールドも解消していた。そして、 えどん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 株式が下落していく。えー、金融引き締めやってる場合じゃない金融緩和だということで、どん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 金利を低下させていく。ですけれども、株式の下落は止まらない。株式のね下落が止まるところ、それはゼロ金利政策にほぼほぼ近い水準までいったとき、そして株式が反転上昇してしばらく経ってからアメリカはリセッションに入ってましたと、皆さんに情報を公開してくる。もうその時は 株価の底は売っておりまして、え、実は、え、かなりね、え、高値に戻ってきているところでリセッション発表がある。え、そしてその後は、金融緩和の追い風に乗って、え、まあ、ハイテク銘柄、レバレッジ型の銘柄がどん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 上昇していくというのが、まあ、簡単な逆イールド発生のプロセスということになっております。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。お待ちしております。